どうも西田渡です、本日なんですけれども、カメラレンズとりあえず集めてみたっていうところでねお話していこうかなというふうに思っております。最近ね R5 R6 が発表されて比較的そっちのねネタが多かったのでちょっとねまたちょっと思考を変えてですね、今とりあえず僕のこのボディとレンズをねざーっと解説していくっていうのも面白いかなってねふと思いましてやってみようかなと思っております。ざーっとねボディが2、4、5台、 RF 系の R 系が2台と、5DK 2台と 1DX Mark III と、これボディですね。あとはレンズは、RF があったり、あとは EF ですよね。なのでね今日は逆に言うともうカメラ全部ここに集めたっていう感じになってるのでむしろね iPhone で撮影するっていうね何か本末転倒な感じは若干あるんですが、まあ、それはそれで、進めさせてもらおうかなっていうふうにね思ったりもしております。なので RF が今3本かな手持ちであるの、あ4本か、RF ここ4本だね、4本とあと他は僕が所有したりしている、まあ、キヤノンさんからお借りしているのもありますけどもね、 EF レンズだったりとかで、あるのでね、ざっと興味があるところをね皆さんもスポイティングしていただけたらと思います。なので各レンズのね僕の雑感みたいなところを、解説していけたらいいかなというふうに思っております。それではねまず、ボディから、解説していきますね。まずもう言わずもがなのこの 1DX Mark III ですよね。これもかなり、ライブ配信とかでもね本当にキレがいい。まずは何よりもキレがいい、撮ろうと思った時に絶対撮れる、あとは絶対連写、ミラーアップしてからので、EF レンズつけてからのトラッキングね、ライブビュー、これがめちゃくちゃすごいっていうところで、でこのライブビューのすごいのがすごいところが R5、R6 に乗ってくるんですよっていうところをねかなり僕はおすすめしているというかね、すごいことですっていうところですね。あとは2000万画素なんですがローパスフィルターとデジック X と、CMOS センサーですね、この3味が一体となった吐き出てくる描写がめちゃくちゃいいと。なんでローパスフィルター以外は R6 にねこれセンサーとか、デジック X 入ってますので R6 もかなり期待ですよっていうところで、1DX から見る R6 の凄さみたいなところもねこのカメラはね R6 を逆に引き立ててくれてるっていうところもあるかなって最近では感じてますね。まあとにかくすごい、90万円しますけれどもこれ持ってて、何か撮れなかった、失敗したってなったら完全に自分が悪いっていうところでね覚悟が決まるカメラかなっていうふうに思っております。続きまして 5D Mark IV ですね。これも言わずもがな、もう僕のどれぐらいかな、3年、もう出てからすぐ購入してとにかく仕事の現場でほぼ全て撮ってきたカメラですね。やはり 1DX はいいんですが、まあ画素数もこれ3000万画素あって EOS R と一緒でオールラウンドに行けるんですよね。やはり皆さんもね2000万画素じゃーっておっしゃってる方々も分かりますと、3000万画素最初からあれば水増しせずともある程度ねレタッチもさささっと一手間減るっていう意味でね、画素があると助かるは助かるということでほぼ万能機で、ウェブ媒体とかの仕事だとこれをあえて、ね、落として、まあ、僕の場合は大体ローで撮りますけども、あえて、ね、JPEG の場合だともう本当にピクセル3000ぐらい撮ってもうどんどん撮っていくと。でもぶっちゃけですけど僕 5D Mark III か、そっちの方の、ね、シャッターレスポンスの方が好きだった。ここの、ね、押し込み具合が、ね、のキレが、ね、若干 5D Mark III も遅い気がする。 5D Mark IV はそれがずっと、ね、僕の中ではしこりが残った機種だったかなというふうには思っておりますね。で次 5DSR、 あこれ、バッテリー入ってないか、 5DSR なんですけども 5DSR は5000万画素ですね。でローパスフィルターレスということでかなりね、解像感が高い。でモアレもねほとんど気にならなかったですね僕ね。でこれに関してはね、押した時のじゃあ今撮るぞっていう時のレスポンスがね、5D Mark IVよりもレスポンスは連写とか効かないんですけども、今撮るぞって言った時のキレの感じはね非常にこっちの方が僕は合ってた。ここのシャッターフィーリングがね、フィーリングがすごい合ってたっていうのと、あとはもういろんなね仕事で5000万画素を活用してポスター撮影とか、印刷媒体っていうところですね、もう一発で5000万画素撮れるのでもうすぐにそこからレタッチ、スキンレタッチを細かくできるっていうね、まあそういった意味では高画素のメリットを享受してたって感じです。おそらくですが、この2機種ね 5D マークを 5DSR を本当に全く同じような背面とかをしてて、どっちを使っても瞬時にね同じ使い方ができるっていう最強のメリットがあった。ですがいよいよね R5 が今月末発売ということで、この間ハンズオンした感じだと十分に、スタジオ撮影とかでのモデル撮影、人物撮影可能っていう雰囲気でしたよね。なのでいよいよですがおそらく4500万画素 EOS R5 あるので、
5DSR、 そして 5DMark4 も場合によっては、ありがとう、今までありがとう、お疲れ様でしたっていう機種に僕の中ではなっていく可能性があるかなっていうふうに今現状では予想してる感じですね。で続きましてね、 EOS R です。もう言わずもがなですよね。もう鉄板の現状、今これが7月15日の収録ですが、現状キヤノンのミラーレスの最高級機種って感じですね。もう最高級って言っててもですね、本当に写りが純粋にいい、もう今フル稼働ですね。特に僕の場合だと、オンラインでのミーティングだったりあったり、オンラインミーティングしたりとかっていう中ではもうほとんどね、これウェブカムとして利用したりとかもすると、こういう形でもう据え置きで、で、作品も撮れる、 YouTube もこれで最近してます、もう流れでね、でライブ配信もこれでしてる、で作品撮りもこれでしてるっていうところでね、もう獅子奮迅の働きをしてくれるっていう感じなので、もう過去動画でもねかなり僕出してますんで、 R はね過去動画さーっと掘ってもらえれば EOS R 山ほどいいところを申し上げてます。とにかくデュアルピクセル CMOS AF ですね。 R5 R6 から2になりますけども、2っていうのは要はね 1DX Mark III の、トラッキングが入ってくるって言って、もう最強ですね。でもデュアルピクセル CMOS AF のこっちの1の方でもね、めちゃくちゃ感動します。本当に EF レンズ、この辺の EF レンズをマウントアダプター経由でつけても、もう前ピン後ピンっていうね心配が一切ないと。 5D マーク4とかにつけると、例えばねこの辺の古いレンズとかになるとね、若干前ピン後ピン、 5DSR もそうですが、やっぱミラーを介してねピントを合わせるので、どうしても微妙なズレが出てきたりするんですよ。それがやっぱり RRP はダイレクトに入ってくるので、もうねピント前ピン後ピンの心配とかほとんどないって感じですね。カメラに任せてシャッタースピードを稼いでちゃんと撮れれば、もうね問題なくほとんどピントがずれてるという感覚を味わったことがない。それが R5 R6 が今度は2型でこれのやつが入ってくるってなると、どうなってしまうんだろうっていうかね、もう本当に厳しい方っていうかね、悲しいですけど、僕みたいなねプロカメラマンとか、まあ僕は今写真家としてね活動させていただいてますけれども、プロカメラマンっていうね方々の需要はもちろん残ってはいくんですが、本当に頑張らないとこういったカメラにの性能に凌駕されてしまうんだろうなっていうようなね、恐怖すら感じるぐらいのスペックアップ、そして機能の拡張っていう感じを感じますね、この 1DX Mark3 のトラッキングを知る限りではっていうことです。で、次 EOS RP ですね。もう言わずもがなの最軽量、フルサイズで一番安い機種、これはね本当に最強ですね。なので今R5 R6 ってめちゃくちゃキヤノンのねユーザーさんはもう騒ぎたいというかね、まあ基本はそこですよね。ですが、RP ももちろん併売されるっていう中で、これはこれからますます価値が高まる機種かなと思っております。 R5 が738g ぐらいかな、まあとにかく 700g 台で、 R6 が 680g で、EOS R が 660g って中で RP が 400g 台ですよ。もうズバ抜けて軽い、本当に軽いから、でフルサイズですよね。もちろん CMOS センサーはね、多分 6D Mark II の CMOS センサー流用ってことで、若干暗部、暗い部分がね、潰れやすいっていうデメリットはあるんですが、それを超える軽さですよね。これとまあねこれですよね、まさにねこの辺 RF の 2400 の STM とかつけると 800g 台だったりとかっていうことで、色あせることのない R5 R6 が出ようが RP 色あせることない機種で、ISO 常用感度 ISO 4万、 EOS R と一緒、そしてデュアルピクセル CMOS AF AF 精度基本一緒っていうことでね、本当に僕はちょっとね RP でウェブカムで今使えないっていうところがあって、ちょっとね機能がそこはない部分でね、なので R 使ってる関係で今収録は全部 R でもするようになっちゃってるんですけど、その前までは RP でねもう全部収録、軽いし持ち出してこうやって自撮りするのも OK だしっていうところで、あと望まれるのはね、今後一応今予想でアナウンスされてる RF1540 だったかな、まあ45だったかな、まあそれぐらいのね RF レンズ、多分おそらくこういった軽さのレンズですよね、RF2400 の F4.1 とか、その辺の軽い超広角ズームが出てきたらまた RP 復活するかなと思ってます。でさらに中古相場がさらに下がって、僕はこれ 97,800 円で、
マックカメラの陽一タイムセールで買ったんですけども、これがね8万円台7万円台とか買いね7キュッパとかになったりすると本当にとんでもない機種というかね、すごいですよ本当。なので僕がお勧めしてるのは、8万円台前半 RP がね中古で、で EOS R が12万台ぐらいになったら皆さん速攻で購入した方がいいですよっていうふうにはかなりお勧めしてますね。今どうしても EOS R5 そして R6 の祭りになってる状態ですし、新機種を触ってみて実機でいろんなことを検証してやっぱ R でいいじゃんとか R6 がやっぱいい、やっぱ R5 の最高峰がいいとかね、いろんな方々が出てくると思うので、今はちょっとね買い控えをおすすめしてます。ちょっと待ちましょうっていうね、8月末まで来月末までちょっと待って、そこから4機種出てきた時に R システムの R の機種がね、そこで僕とかもどんどん解説しますので、そういった上で皆様がどの機種が自分に合うかっていうところを探してもいいかなっていうふうにね思っております。はい、どんどんいきますすごいですね今日はね。次ね、こちらですね、24105の F4ISUSM ですね。これかなりおすすめしてるレンズです。 EF レンズですねの24105、もう15年ぐらい前に出たレンズかな。これかなり僕がおすすめしてて、マップカメラで、品切れになるとかね、そういったことも起こったっぽいですね。 4,5 万で買えて写りがめちゃくちゃ良くて、 EOS R-RP に、この辺のねマウントアダプターを介してつけて撮影すると最強というところで、作例もかなり出してます、 EOS R-P も含めてね。なんでこれはね、このレンズに関しては僕大好きなので、僕のカラーブ香港とかね写真集で、カラーブ東京もそうなんですけども、それをもう担っている代表レンズですね。線が太くて繊細な描写はできないけど、あの色がこってり乗ってくるっていうところでね、僕の作風にぴったりのレンズなんですよね。なんでこれは、EOS R5 R6 でもつけてねレビューしようと思ってます。それぐらい愛着のあるレンズですね。値段は 4,5 万、そしてかなり剛性も良くて軽い 660g 最強っていう感じですね。はい、続きましてこちら 35mmEF35mm の F2 ですね。もうただ無印、もう IS も入っていなければ USM も入っていないと、つけると GGGG って言うんですけどね、中古で30年前のレンズです。1990年発売、30年前のレンズ、色収差出ます。でも、EOS R とかにマウントアダプター系でつけると軽いし写りいいし2万円だしっていうところで、で牧歌的な、昔のネガの風合いを出せるレンズっていう風に僕は呼んでます。これも線が太くて色がこってりですね。なので、結構おすすめします。ジージー言うことに関しては、動画撮られない方に関してはね問題ないと思うんです。スチールユーザーの方のみに推薦しているような感じですね。はい、続きまして1635の F4ISUSM かな。これ結構ね EF レンズの超広角の完成形というふうに考えてたらいいかなと思っております。描写よし、フォーカスよし、値段よしっていうところでね、で周辺のゾーンの流れがね、今までキヤノンの1635って絶対に F8 まで絞っても周辺のゾーン流れがあったのが、この1635の F4 になってからいよいよねなくなりました。完璧な描写になりましたね。作品としても、仕事としても使えますね。これと 5DSR とくっつけて、僕は 1m のポスター撮影とかもしてますね。レディオフィッシュとか撮影してます。オリラジオの中田さんのレディオフィッシュねとかのポスターとか撮影これでしてますね。最強、おすすめですね。安いし。で続きまして、EF の 40mm の、STM だっけかな、EF40mmF2.8STM ですね。こちらもね1万円、中古1万円ぐらいかな、定価で13ぐらいかな、まあとにかく軽い、120g 110g ぐらいかな。マウントアダプターとつけて EOS R とつけても完璧だし、オートフォーカスは若干遅いけど、シャッターが切れてちゃんと映ればめちゃくちゃ素直な写り、ローデータをいじっててもですね本当にザ・スタンダードって感じで出てきてくれる、そして軽いっていうところでね、とりあえず今後出てくる RF50mm の F1.8 とかの、まあ、パンケーキなのか分かんないですが、それまでもうとりあえず1本持ってて間違いないレンズかな。ちっちゃいのは正義ですからね。こことくっつけてもね、ほんと 50mm のレンズみたいなレンズになるぐらいで、すごくコンパクトでいいですね。おすすめです。で続きまして、これ今キヤノンさんから借りてるやつですね。EF の 1740 の F4 の ISUSM、IS なしだ、ごめんなさい、 USM ですね。でこれもね現行レンズだったんですよね。これも、先ほどおすすめした24105のね F4 のここがセットで1型ね、24105の1型 L、ここセットで出てきた小三元だったんですよね当時ね。 20D とかによくみんなくっつけてたイメージ、APS-C とかにの標準レンズとして使うためにキヤノンが出してきた感じですね。ちょうど 1.6 倍すると28、60ぐらいになるのかな、
と 1.5-60 何ミリ、なんで標準レンズとして使ってくださいって提案した、キヤノンが提案したレンズなんですが、400グラム台なのでマウントアダプター系でくっつけて EOS R とかとくっつけると Vlog 自撮りしたりとかっていうところでね、どうだろうと思って、試したレンズでした。結論から言うと、色がこってり乗ってきて、全く2400の1型と一緒、 F4 の1型と一緒で色がこってり線が太いっていうところでね、これは逆に普通の EOS R につけて、僕作品撮りでね、またカラーオブシーズとか撮るときにはこのレンズ使えるかなっていうふうに思いました。色がこってり乗って線が太いっていう、なので2405と1740、ここの15年前コンビのレンズの小三元を EOS R5 とかにくっつけてね、作品撮り、またカラオブ東京の次の段ですね、第3段って感じかな、カラオブ香港、カラオブ東京に続く次のカラオブ、今ね何にしようかって感じなんですが、まあハワイにしようかなと思っているんですけども、カラオブハワイあたりはこの1740と2405、そして R5、R6 あたりにくっつけてガンガン撮影して、また写真集個展を開くと、そういった感じのメインレンズにしようかなっていうふうに思ってたりしてますね。これも中古で、弾がいい弾があんまないんですけど、中古でね4万そして5万ぐらいかなっていうとこですね。はい、で続きましてこちらですね、EF の 100mm ですね、 EF 100mm F2.8LISUSM ってマクロです。これね、これも西田渡売れしたレンズの一つかなっていうふうに思っております。マップカメラさんで激売れして、ほぼ在庫なくなったとか、価格 .com で10年前のレンズなのに、急上昇で2位とか5位とかに入ったとかね、新品でもっていうね、僕の、WNPC 西田渡フォトカレッジの受講生がこぞって買いまくったレンズですね。で、ノリで買ってるわけじゃなくてですね、皆さんで、僕もノリで進めてるわけじゃなくて、写りが本当にめちゃくちゃいいわけですよ。で、僕の場合はポートレートレンズとしても使用しているっていうところで、僕のインスタグラム見ていただくと、テンチムっていうね YouTuber がいるんですけど、まあ、トップ YouTuber とのコラボレーションで撮影してて、テンチムがピンクの髪の、ね、桜を持ってる写真があるんですが、その顔のアップの写真は、EOS R とマウントアダプター経由でこの EF100mm ですね、最強の性能でしたね。すごい美しいスキントーン、ぜひねインスタグラムの方もご覧いただけたらと思っております。もう名曲ですね、言わずもがな。続きましてね、これ説明したことなかったかな、 EF15mm フィッシュアイですね、EF15mmF2.8 のフィッシュアイもう、生産終了で、事実上キヤノンの、フィッシュアイってなると今は、EF の 8-15mm っていうズームレンズになるのかな、の L かな、それね僕使ったことないんですよ。ずっともうフィッシュアイって正直ね、狭いライブハウスでしか僕使わないので、ずっとね20年以上このレンズ使ってきてるような状態で、まだ動くんでね、これ使ってるような感じです。色修正もバリバリ出ますけれども、やはりもうね、対角魚眼じゃない、いや普通の魚眼特有のね、もうめちゃくちゃに歪曲すると、それを、楽しむレンズなので、まあ正直変わらないかなっていうところでね、 8-15mm でももちろん、色の修差とかね、 8-15mm 絶対よく 8-15mm のズームはねめちゃくちゃ抑えられてるとは思うんですけれども、まあいかんせん僕の場合はライブ撮影で狭い空間、そこまで明るくないという劣悪な環境で撮ることぐらいしかないのでね、まあこれで十分かなってところで未だに使ってますね。なので、まあそうですね、 R システムになって魚眼どうしようかなっていうところではありますが、まあこの辺にくっつけてね運用してもいいかなっていうところで、なんで今後は R5、R6 をメインシステムに運用するのであれば、こうやって使うであろうレンズに関してはもうこの各マウンターだと全部用意しておいて、そこにつけていっとくような流れになるかなとか、いろいろ考えてますね。やはり RF レンズをメインで運用しながら、時々これをガチャガチャ付け替えるのはもうめんどくさいんで、各ねマウンターだったら全部ずらーっと用意しておいて、各まあ、5本なら5本用意しておいて、 EF レンズはもうそれに RF レンズにしておくっていう、 RF マウントにしておくっていうような流れにするのかなっていうふうには考えております。自分が RF レンズシステムを組んで、それだけで完全に仕事としてねこなしていくってなると、マウントアダプターもこのコントローリング付きを5本ぐらいは揃えなきゃいけないのかなというふうに、ね、最近思っておりますね。はい、っていう形のフィッシュアイでした。これもいくらぐらいかな、ちょっと値段わかんないですね、中古で2万ぐらいじゃないかな、おそらく。で続きましてこちらですね、EF のエクステンダーなんですけども、2倍の3型ですね。これめちゃくちゃおすすめで、この辺ですね、70-200の 2.8 の3型、残念なアナウンスで RF レンズの RF のエクステンダー最近ね発表されてますけれども、残念なお知らせが、RF70-200 の F2.8 にくっつかないっていうねお知らせ、これ非常に残念で、要は100-500
RF100-500 とかを買ってくれっていうキヤノンの意向ですよね。 70-200F2.8 の RF レンズはそこだけで完結しておいて、それ以上ズームが欲しい人は100-500 を買いなさいっていうねロードマップを組ませてるんですが、 EF システムは違うんですよね。ちゃんとこの70-200のF2.8 にもちゃんとこの2倍のテレコンがくっつくので、要は70-200の F2.8 をこれがあれば140-400 の F5.6 の固定ズームで使えるわけですよ。で描写も3型を使うとフォーカス精度描写もすごいいい、特に EOS-R と合わせるとデュアルピクセル CMOS AF のおかげでめちゃくちゃピント精度もいいし描写もいいっていうところでね、このコンビが僕は何気に別で動画も出してるんですけれども、かなりおすすめで、これからもね、R5、R6 が出てきたとしても、むしろここ EF のエクステンダー 1.4 と 2型を駆使して、この辺のね70-200の2型あたり、これ3型ですけど2型で十分ね映りいいんですよ。その辺と中古で運用するとね、めちゃくちゃ皆さん幸せになれるんじゃないかなっていうふうにねざっくり思ったりしてます思ったりしております。なのでおすすめで、次なんですけれども 50mmF1.8 の STM ですね。これもかなり動画何本も出しましたね。これもめちゃくちゃいいレンズ、最近僕も購入して、擦るように使いまくって、作例リアルロケやったりとか、解説やったりとかで EOS-R とくっつけたりしてね撮ってるんですが、本当にいいですねこのレンズね。13,000円で新品で買って、色のりもさっき言ったこっちに近いかな、 EF の 40mm の STM に近い、超素直で、かといってこってりと色出そうと思ってコントラストガンガン切っていくとモリモリ色も出てきますし、モノクロにした時の暗部のトーンとかもね EOS-R で撮ってたりするとすごくね、潤沢に残ってたりするんでね、これは結構、なんかいろんなものをブレイクしてる感じのレンズかなっていう、値段とか描写とかっていうところでキャノンがさらりと出してて、やっぱメーカーの底力を感じるレンズ、これを 13,000円で新品で買って、あ、ここまでのこういったカメラで描写ができるんだってちょっとため息が出るようなね、いろんな意味でため息出るようなね嬉しいレンズですね。まあお持ちの皆さんもかなりいらっしゃると思うのでね、もう言わずもがなですがおすすめしておきます。続きましてはこちら 50mm、 今度はね、F1.4 の方ですね。これも超長いレンズで25年ぐらい出てるのかな、出て変わってないですよね、アップデート。普通 50mm の F1.4 ってレンジねアップデートするはずなんですけど、キヤノンは F1.0 とか F1.2 とかを持っているので意外とリニューアルされないまま今に至ったレンズっていうところで、これのメリットはね、EF50mm F1.4 のメリットは、F1.8 そして F2.8 ぐらいの間のレンジの独特の柔らかい描写で、色修正は多少出るけども、先ほど言ったネガみたいな描写ができるということで、こっちですね EF35mm の F2 みたいなよりかは描写いい上に、なんかホワッとした感じのね、なんで女性とかのポートレートには僕これ向くかなと思います。 50mm の 1.8 はねもうちょっとね、パキッとしてくるんですが、こっちはねふわっとしてくるっていうような考え方かな。ちょっと言葉がね、語彙力が若干足りてないんですけども、50mm F1.8 パキ、50mm F1.4 はふわ、このぐらいで覚えていただくと分かりやすいかな、分かりやすいですかねっていう感じですね。あと言わずもがなのマウントアダプター、これがコントロールリングなし、こっちがコントロールリングありですね。やっぱコントロールリングありをおすすめします。ただ、EOS R5-6 になるとですね、いよいよここの背面の、ね、コントロールダイヤル、回転するダイヤルがついてくるので、コントロールリングマウントアダプターは結局ここの RRP がね回転するダイヤルがついてないところを担うっていう形で僕は使っていたんですよ。もしかしたら僕はもう 5D Mark IV とかと同じ使い方が R5-R6 できるので、コントロールリングマウントアダプターなしでももしかしたら運用ができるかなっていう、僕の場合は正直ねここ露出補正割り当ててね動かしていただけなんで、それが 5D マーク4みたいなね、僕ここでね露出補正をクリクリと動かしていたんですよ、 TV-AV モードとかでね。なのでそれがもしかしたらいらなくなれば、これをね5本ぐらいダーッと揃えて RF マウント化していくみたいなね、そういった考え方もできるから、安いんですよね、やっぱこっちの方が1万ちょいぐらいで買える、こっちは2万5000円っていうところでね、これを1本買うときにこれ2本買えるから、そういった意味でさっき5本ぐらい揃えるっていうのであれば、もしかしたらスタジオユースでもうねマニュアル露出でスタジオのストロボ使うだけであれば、露出補正とか使わないですからね、そういった意味ではこれ5本っていうことももしかしたらあるかもしれないです、コストダウンのためにね。そんな感じですね。で続きまして EF2470 の F2.8 の2型 LUSM かな、これ IS ついてないんですが最強レンズですね。僕前動画でお勧めした
とりあえず今買う1本と1台ならマウントアダプター経由、コントロールリングマウントアダプター経由でこの EF2470 の F2.8 に、EOSR、 この描写最強かなと思ってますね。もうやっぱり映りもいいし、2470のレンジで大体撮りたいもの、僕の場合とかスナップ、そして人物撮りたいものの8割はこれで撮れてしまうっていうところ、そして描写がいいっていうところでね、まあ、単焦点はもちろん素晴らしいですが、単焦点の F8 で絞ったところ、2470の F8 で絞って、せーので同条件撮ったときに、皆様が写真見たときに、じゃあどっちですかって言ったときにはね、多分分かんない。っていう考えると、汎用性で1本で済むとかっていうね、便利さを考えると、ここ一択になるかなっていうところで、とりあえず迷った EOS R システムを購入しました。EOS R6 を購入しました。そういった時に、どうしたらいいですか、レンズ何買えばいいですかってなったら、僕は2470のこの 2.8 おすすめかなと思ってます。重いですがマウントアダプター9でつけてで、つけちゃえばほぼ撮れないものがないっていう風にね仕上がると思うんですよね。フォーカス速度もめちゃくちゃ速いので、これ、EOS R とかと組み合わせると、で、デュアルピクセル CMOS F2 で 1DX マーク 3K が乗ってくるってなると、めちゃくちゃ爆速プラス正確になると思うんですよ。まあこれとね、デジック8入ってますから、 1DX Mark3 はね、オートフォーカスのためだけにデジック8入ってるんで、めちゃくちゃ正確で爆速なんですけれども、まあそれにしてもね、 R5 あたりとこの2470くっつけるのは僕楽しみかなという、これはね検証したいと思ってます。もちろんこの辺の RF レンズの2470とか間違いないのは当然としても、じゃあ EF の2470くっつけた時にはじゃあどうなのみたいなね、そういったところもできればいいかなというふうにね今考えております。はい、続きましてね、 EF7200 の 2.8 の3型ですね。もう言わずもがなのプライムレンズ。僕はね、先ほど申し上げたエクステンダーがつかない関係で RF システム R5、R6 にの RF システムに移った後でも、7200のズームレンズのレンジは EF で運用する予定です。このコンビですね。ここにさらにマウントアダプターかまして R5 とかで運用していくって感じですね。長いのが必要な際には。なので当面は100、500とかもいいのは分かるんですが、やはりね利便性と軽さですよね。これだけでいきなり2倍に伸びるってめちゃくちゃ良くないですか。しかも中古だと3万ぐらいかな、325ぐらいかな。僕もこれ中古で状態めちゃくちゃいいのを確かね3万2000ぐらいで買った思い出があるから、で未だに仕事で現役バリバリに使ってます。このコンビで 400mm にして、例えば、武道館とか、横浜アリーナとかのねステージ撮影とかをこれでコンビでしてとかね、これで 5D マークと組み合わせとかやったりしてます。フォーカスもねかなり3型になってめちゃくちゃいいですね。なので単体だけの説明で言うと、7200の F2.8 の3型なんですが、2型でもね結構おすすめです。2型になると中古価格めちゃくちゃ下がってくれる上に、逆光耐性が多少違うかなっていうぐらいのイメージなんですよ。フォーカス精度とか速度描写で考えると、3型になって劇的に上がったかなっていうふうに考えるとね、むしろね2型でも十分だったかなっていうのもありました。僕の場合は7200の F2.8 の2型をもう使いまくってて、それこそ150万シャッターぐらいそのレンズで切ってたはずなんで、50万大げさか、でも10万以上は余裕で切って、50万切ってるな多分、うん、余裕で切ってるわっていうぐらいでね。なのでもう結構レンズがボロボロっていうね、なのでリニューアルするいい時期かなと思って買い替えた次第なんですよね。っていうところで、もしもね今から7200 EF の7200の F2.8 考えてる方は、1型はダメですね。1型はダメ、2型以降を購入してくださいっていうのを強くお勧めしますね。にしてもやはりキヤノンが一番うまく作ってるレンズかなっていうふうには思います。やはりキヤノンズーム中望遠以降を作るのがめちゃくちゃうまいメーカーっていうふうにね、未だに僕の評価は変わっておらずでして、っていうところでね、この7200は本当に名曲かなっていう、これはめちゃくちゃ稼いでくれたレンズ、稼いでくれてるレンズですね。続きまして EF85mm、F1.2 の L2USM ですね。これも稼いでくれたレンズですね。ここがね勝手に動いちゃうので常にパーマセルテープで止めてる感じです。フォーカスがあった後にちょっと触るとね、その後に EF がフォーカス動いちゃうってことで、絶対にねここテープ貼った方がいいですね。そこがちょっとね欠点なんですが、それ以外はね素晴らしい描写、ガラスの塊って感じ。もちろん RF85mm の F1.2 とか強烈ですけれども、マウントアダプター経由でガッチャンコの EOS R でもねめちゃくちゃ綺麗に描写しますよ。やっぱりもう本当に絶妙な芯の柔らかさがありながらも、ピントがあったところの芯はきっ
ちりくっきりと改造してくるっていうね、未だに大好きなレンズです。F1.8 からそれこそ 2.8 の開放あたりでの自然光の描写はね、 EF85mm とか EF85mm の F1.4 とか RF85mm の F1.2 とはねまた違う独特の柔らかい描写があって、またさっき言ったねこの辺のレンズです、 50mm の F1.4 とか あのネガっぽい描写、 35mm F2 のねやネガっぽい描写、そこがねいい意味で秀差が出てね柔らかく出てくるから、女子向け、女子を柔らかく撮るにはうってつけのレンズっていう風におすすめできますね。はい、で、やっとね RF レンズですね、4本、まず何からいこうかな、やっぱり言わずもがなこれか、 RF50mm ですね、これすごいですよ、これやっぱね買わなきゃいけないレンズだと僕は思ってます。次の時代、新時代を迎えたなっていうレンズかな、これ今ねキャノンさんからお借りして使わせてもらってるんですけど、これもね、さっき言ったテンチムを撮ってます。普通のポートレートで髪ピンクで桜の僕のインスタのカットで、顔の寄りじゃない、顔の寄りは EF100mm マクロ、そして、普通のねポートレートに関しては EOSR と RF50mm、 これ最強ですね、めちゃくちゃスキントーン綺麗、これは開放描写 F2.8F4 とかで撮るともうちょっとねため息が出るような描写ですね、うわ綺麗だわこれっていうところで、R5 が手に入ったら一番最初にやりたい、撮りたい、つけたいレンズはこれ、やっぱ RF50mm、 ここ間違いないですね、これ絶対ですね、全部もうおすすめ、もうお持ちの方もいるでしょうがおすすめ。で続きましては RF の 1535 ですね、これはもう毎日、これもキャノンさんからもうまだねキャノンさんが全部お借りしてます、申し訳ないんですが、で、RF1535 これがまたもうすごい、毎日 YouTube 撮っててっていうところで、もうほんとフォーカスも正確だし描写もいいしっていうところでね、ただ若干重いのが懸念点で、やっぱ自撮りとかでこうやってやるときついなっていうのは感じますね。ですがやっぱね使えば使うほどいい描写だし間違いないし、合成感、作りもめちゃくちゃ、このズームの撮る感いいしっていうところで、ちょっとね購入するための優先順位はちょっと奥の方ですが、いつか欲しいなっていう感じですね。まあ1635の F4 もねかなり優秀なんで、これにマウントアダプター系でも悪くない、ただアダプターつけるとめっちゃ長くなるんでね、そこがちょっと悩みどころって感じですかね。こういった感じでもう一個頭出ちゃいますから、そこは若干悩みどころって感じですね。続きまして、RF2470 の 2.8 ですね、こっちの EF レンズとの対をなすね RF レンズでも、これ R システムとやっぱねつけるとね描写めちゃくちゃいいですね。僕はねライカの描写って呼んでます。ライカの描写何かっていうと、今までの EF レンズっていうのは比較的ね暗部の部分が結構コンタクト強く出てたんですよ。要は暗部の部分を潰してハイライト強くみたいなね、そういったイメージがあるんですが、これに関しては RF レンズはね総じてほとんど温度がハイライトにも強いし、暗部、暗い部分のグラデーションも残るっていうところで、かなりレンジが広くなってますね。それぐらい優秀になってきてるかなっていうのは非常に感じてます。なので、独特の描写っていうよりかはもう RF の描写っていう風に今後はなってくるのかなっていう風にね、ライカに近い、要はグラデーションがかなり豊かに整ったレンズ群っていう風になるかなっていう思いますね。まあ買って間違いはない。なので R5、R6 で金銭的に余裕がある人に関しては RF2470 入れた方が間違いはない。ただ安く運用したいとか十分に映るっていう意味では EF2470 も OK っていう、そういう感じですね。まあ言わずもがな最強レンズっていう感じではあります。色のねコテッとした赤のねしとっとした描写とか本当にいいですからね。うちの奥さんも最近ね要するに RP と組み合わせてインスタグラムとかでねなんかお野菜撮ったりしてこれ使ってますけど、めちゃくちゃ RP との組み合わせでも赤とか黄色のね晴れ曇りの中でのしとっとした描写とかめちゃくちゃいい発色出してますね。取って出しで JPEG でそのまま載せてますけど、うちの奥さんねめちゃくちゃやっぱいいなこのレンズって思います、それを見てても。で最後ね24-105 の STM です。これ RP と組み合わせると 800g っていうことで、キャノンがねやはりこの24-105のズームレンジで、いよいよね 800g 台フルサイズでねすごいレンズですよね。ただ 24mm 側で使うと、歪曲の秀差がかなり出ます。なのでライトルームとかでね、レンズのプロファイル当てて歪んだものをまっすぐ補正してあげるっていう作業が必要なので、僕の場合はね結構キャプチャー1とかを使うので、若干ねキャプチャー1にはこれのレンズプロファイル入っていないと、そうなるとちょっと歪みの補正が若干めんどくさいのでね、24-240もねそれこれ同じ考え方です。プロファイルを当てて補正するっていう考え方ですね。なんでローで撮影する人にとってみれば、
僕は DPP を使わないのでライトルーム一択になってしまうレンズなのでね、若干そこが迷いどころっていうレンズではありますね。で作品撮りに関しては僕の場合はライトルーム使うので、そういった際にはねもう R とか場合によっては R5、R6 につけて持ち出すのもありかなっていうふうに思っております。まあね、これだけちっちゃくて4倍ズームで軽いってなると、どうしてもその辺の歪曲中差とかも宿命ですよね。で写りもね、まあそこそこですね、そこそこ、うん、まさにやっぱり EF の L レンズとかと比べると、ちょっと落ちるかなっていう感じですが、でもこれだけ軽くて映ればっていうところで、あとはジャッジをどう考えるかですね。そこそこの写りって僕は言っているところを許容できるかできないか、せっかくこういったもので撮るんであればもっと最高峰の最高級の写りがいいでしょうってなればやっぱ L ですよね。なんでその辺がどういうふうに考えるかっていうところで、このレンズの進化が問われるかなっていう感じではあります。僕はねまあ、ステイって感じかな。このレンズはちょっとそのアプリケーションを選ぶっていう意味でね、レンズの収差が出るっていうところですね、歪曲収差ね。はい、以上です。ザーッと駆け足できたんですけども、いかがでしたでしょうか。まあね、たまにはこうやってねザーッとレンズ解説とかするところも面白いかなと思いまして、アウトラインで皆様にレンズが見えてくれれば嬉しいかなっていうふうに思った今日の動画でした。本当にザーッとね、今手持ちであるところを時々これね今後やっていこうかなと思ってます。もうとりあえず今あるものを集めて、キャノンさんからもね本当にこうやっておかげさまでこういった感じかお借りできる機会が多々あるので、今あるものを集めて今こんな感じですっていう風にね説明しても面白いかなっていう風に思ったりしております。はい、疑問質問とございましたらぜひね、コメント欄ご活用ください。あすましてチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。